2、1、クラッ。今日はパパのお誕生日ランチでございます。今日も鈴木先生にお願いして横浜ベイコートクラブの中華を予約させていただきました。よっ、わすごー、カフェに来まして、今からジャーナリングをします。集中しました。またお家帰ってちょっと仕事したいと思います。新幹線乗りました。移動します。なんか今日日曜日だったらしくて、普段仙台帰ってくる時とかって自由席とか普通の指定席なんですけど、全然空いてなくてグランクラス乗っちゃいました。やっぱ無駄に高かったら倍ぐらいするんですよね。1時間半だけなんで、まあ、乗り心地はいいんだけど、ちょっともったいなかったっすね。地元帰ってきました。実家帰ってきました。お誕生日なんで実家にご飯食べに行きました。仙台オフィスを見に来ました。どういう風に使うかまだちゃんと決まってないんですけど、まあ、だから多分誰かに住んでもらうかもしれないんですが、まあ、僕は新幹線乗って帰ります。ゴミ捨てです。お腹すいたんでご飯買いに行きます。今日は朝から晩までオフィスいました。打ち合わせが1件、セミナーが1件、作業が1件、撮影が1件。
3、2、1。うわー